はい、こんにちは、わったんです。今回はトヨタのスマートキーの電池交換の仕方をお伝えします。ディーラーに持っていくと1000円ぐらいかかりますね。車検の時でやれば、まあ、無料でやってくれたりするんですが、必ずしも車検の時に電池交換というふうにはいかないことが多いです。だいたい 1,2 年ぐらいで電池が切れたりするので、自分で交換できると楽だし、しかもお金も安くて済みます。1000円もかかりません。電池代だけですから。100円ショップに行ってボタン電池なんですけど、型番が合えば100円で済みます。コンビニでもこの前行ったらありました。2、300円ぐらいします。電池代だけで済むので、自分で交換できるといいと思います。で、私自分で交換してみたんですけれども、簡単です。本当に簡単で、早い人なんかは30秒ぐらいでできちゃうんじゃないかっていうぐらい簡単で、道具も特にいりません。では早速やってみたいと思います。まずこのキーの横にボタンがあるんですね。ここに、でこのキーなんですけど、これ実は取れるんですね。ここに、ここをちょっと押してみますと、こういうふうに簡単に取れます。ここにボタンみたいなのがあるんですね。でこれでガチャガチャってやれば、このスマートキーの電池がなくなってもこれを使えば開けられるということですね。では今度は、今ここに穴があったんですね。ここから出てきました。そうするとここのところにマイナスドライバーでもいいんですけど、このキーを使ってちょうどフィットするんですね。これをグッとこうねじればですね、カポッと開くんです。ちょっとやってみます。はい、ギュッとこうねじりました。回すんですね。そうするとこういうふうに開けました。で開くと中にボタン電池が入っています。このようにで、このボタン電池、爪がちょっと今あまりないので、ボールペンなんかでもできます。このように隙間のところにこうやって引っ掛けると簡単に開きます。取れます。で、このボタン電池に型番が書いてあるので、これをまあお店に持って行って、同じ型番のもの、同じサイズじゃないと入りませんから、買ってこれを元あったところにはめ込みます。このようにはめ込みます。そしたらこのカバーを元に戻します。カバーをはめ込みます。このように。そしたら完成です。で、さっきの鍵を元に、戻してカチッとはめ込みます。これで、終わりです。このようにして、簡単に、スマートキーの電池が、ね、交換できますので、やってみてください。どうもありがとうございました。